ございます、ミキです。今はですね、朝の7時40分です。ちょっと日差しがすごい強いんで、ちょっとサングラスかけちゃってます。見苦しかったらごめんなさい。ですね、今日は朝4時に起きて、4時半からもう運転、今3時間してるんですけど、まだあと3時間残ってますね。今オレゴンの、ポートランドっていうところに向かってます。合計で6時間半ぐらい運転するのかな、今住んでるところから。なぜかというと、うちの奥さんの友達の結婚式がそのポートランドっていうところであって、うちの子供たちが一緒に来てんですね。で、まあ、ちょっと迷ったんですけど、まあ、運転が6時間半だ、往復で13時間ですよね。で、まあ、休み2日しかないんで、まあ、ちょっと会いに行くかどうかちょっと迷ってたんですけど、あのお店のね、社長さんたちの行為で、火曜日もお店を閉めてもらえるということで、まあ、急遽3日休みになったんですね。ですから、まあ、このチャンスに、行ってしまおうと、会いに行ってしまおうと、充電してしまおうということで今向かってますね。実はですね、まあ、トントン拍子に全て話があの後うまくいって、9月1日からもう自分でお店をできることになったんですよね。引き渡しも引き継ぎもまあうまくいって、あとはまあエスクローを閉まるのを待つだけなんですけど、まあ、それはまたアルコールのライセンスとかとまた被ってますんでね、それが降りないと、まあ、エスクローもクローズできないということで、まあ、その間にね、お互いに、今の社長さんたち、今のオーナーさんたちから、あの鍵を、譲り受けることができれば、もうそのお店をやっていいということなんで、もう始めちゃおうということで、9月1日から始まるんですよね。で、今がまあ8月の最後の週なんですけど、日月ともお店が休みなんですけどね、29、30と、で31日が火曜日なんで、まあ、その社長さんたちの最後になる日が、まあ、1日、ね、だけなんでね、新しい週の火曜日から、うちのお店は火曜日から土曜日まで空いてますから、ですから、まあ、その1日だけもうやるんだったらもう閉めちゃおうっていう感じになって、まあ、僕にも休みをくれるということで、まあ、昨日でね、先代というか、その社長さんたちの9年間 あのレストラン経営は幕を閉じたんですけど、まあ、元オーナーということになるんですかね。で、まあ、正式には水曜日から9月1日から、まあ、自分が、そのお店のオーナーということになるんですね。まあ、その従業員たちの社長にもなるということで、まあ、もうね、ここまで来てしまうと、もうなんかやるしかないんでね、正直。それまではもう本当に葛藤がいろいろあって、まあ、そのこれからね、働いてくれるだろうその従業員さんたちの、その生活も面倒見ないといけないし、自分の生活もあるし、家族のこともあるしね、奥さん子供たちが住んでる家の支払いもあるし、お店の支払いもあるし、家賃も発生するし、借金もあるしということでね、まあ、もう本当にいろいろこの2ヶ月はもう本当に毎日戦いでしたよ。本当にすごい毎日ね、本当にもう、こう気持ちがこうなってね、もう本当に上がったり下がったり、違う、下がったり上がったりっていう感じでね、もう本当になんかこの2ヶ月で本当に自分でも成長、いろんな意味でね、成長できたと思ってるんで、まずやっぱ、まあ、一番最初にね、思い当たることで自分が成長できたことっていうのは、やっぱり我慢じゃないですかね。我慢することを覚えたっていうのが、まあ、一番じゃないかなと思うんですね。まあ、まだまだもちろんね、これからその成長し、もっとしないといけないんですけど、とりあえず今の段階で自分でね、見てわかるような感じで成長できたのはやっぱり我慢っていう部分じゃないですかね。今まではもうなんか頭ごなしにもう嫌なことがあったら、ああこれもやんないでくれ、あれもやんないでくれっていう感じだったんですけども、とりあえずその状況を受け入れて、自分の中でうまく整理をして、まあ、怒りを抑え、どうしたらみんながね、ハッピーで終われるか、ハッピーエンドっていうかね、そのどうしたらみんながそのハッピーな感情で
その物事を解決できるか終われるかっていうことでね、後腐れをないように、まあ難しいですけど、そんなにね全てが毎回毎回うまくいくわけじゃないし、たまにはまあぶつかったり喧嘩とかもありましたけど、その今のねその元オーナーさんになるんですけども、その奥さんとももう一回本当に大喧嘩して、もう本当なんか罵り合いみたいな感じなんで、もうやらないみたいな感じでね、一回泣けそうになった時もあったんですけど、まあそういったことも乗り越え、まあやっとここの今スタートラインに立ったっていう感じですね。でまあ思うことは、まあこれからも全部自分の責任っていうことになって、自分のやりたいことは何でもできる、でもその代わりその責任も負わなきゃいけないっていうことですよね。全ての自分がやったことに対して責任、ケツを持たなきゃいけないっていうことで、まあすいません言葉悪いですけど、でまあ思ってたんですけどね、実は10年ぐらい前かな、そうですね、一回まあお店をやろうと思ってた時あったんですよ。もう物件も見つけて、契約寸前までもう全て進んで、保険も入ってっていう、保険も入るっていう見積もりを出してもらって、もう人も雇ってっていう感じで、もう本当に寸前まで話を進めたことがあったんですよね。でもその時に、まあ、保証人とか、まあ、そういうことでいろいろ問題があって、まあね、そのなんていうんですかね、お金の面でもね、もうその十分なお金も銀行の中になかったんで、まあ、保証人をつけなきゃいけないということで、まあ、うちの姉さんとかにも頭下げたんですけど、まあ、それはちょっと兄弟でもできないみたいな感じで言われてしまって、まあ、そこでね姉さんとも喧嘩したり、まあ、どうしても店やりたいっていう思いが昔から強かったんで、やりたかったんですけどね、まあ、そういったことでもめで、その後に、まあまた2年後くらいにまたラスベガス今度行ったりして、物件を探したりして、もうやりたいと思って、今度はねその知り合いの人とね店を開けるっていうんで、ラスベガス行って物件ね探したりいろいろやったんですけど、まあ、それもやっぱり寸前で、いやこの人とやったら多分毎日喧嘩になるなと思ったんで、寸前でやっぱやめたんですよ。で今回もやっぱりね一人連れてくる予定だったんですけど、まあ、その一人連れてくる子も、まあ、本当に一緒にねやろうと思ってたんですよ。一生涯をかけてこれからのパートナーになっていけたらいいなと思ってて、でもやっぱりまあねその向こうからしてみれば、多分その10年前の自分が思ってたその感じの気持ちだったんじゃないかなと今になって思うんですよ。やっぱり先輩だし、そのあんまり自分の言いたいこともそんなに言えないだろうし、やっぱりねなんか問題があった時にね、なんかこう抑え込まれるっていうか丸め込まれてしまうみたいな感じになって、やっぱりね彼もその納得して一緒にやることができないっていう、まあそういうこともあったんだと思うんですよね。まあそれはそれでいいんです、彼の人生ですから、決めるのは彼だし、この話に乗っかってもらったのも彼だし、まあ、それはそれでいいんです。でやっぱり自分で思うのは、やっぱりその時やっぱり10年前とか7年前とかお店をやらなかったってことは、多分その時期じゃなかったんですよね、きっとね。自分の中で準備もできてなかったんだろうし、多分その決断したのは自分ですから、やっぱりどっかね引っかかる部分があって、いや今どうしてもやりたいけど、でも今じゃないんだなと思って、多分自分でねやめたんだと思うんですよ。で今回は本当にもうこのコロナになってから、まあ、仕事も辞めて大きい会社に勤めてたんですけどね、もう収入も本当に正直ここでの話も15万ドルだから日本円にしたら多分1500万ぐらい年間でもらってたんですよ、年俸で。でもういい暮らしもできてたし、健康保険なんかももらって、バケーションなんかも1年に1回あって、もう全て本当にいい条件で働いてたんですけど、まあそれもコロナでね、もうなんかもういいやって感じでやめちゃって、やっぱり自分でやりたいっていう気持ちが多分強かったんですよね。だからやっぱりそれ以上稼ぎたいと思ったらもう自分でやるしかないしっていう感じになったと思うんですよ。でまあやっぱりコロナになって、その家で過ごす時間が増えて、子供たちとやっぱりね、今までもずっと仕事人間だったもんですから、子供たちと過ごす時間も増えて、でまあその自分でねケータリングだとか、テイクアウトですね、
お刺身を売ったり、寿司をお弁当売ったりとかね、まあそれを家で作って売ったりとかして、まあその間にいろんなね、そういうお客さんもついてきて、そのお客さんの中からはいろんな声がかかって、投資するからお店やりませんかとか一緒にやりませんかっていう話もあって、ケータリングのビジネスでも広げていきませんかっていう話もあって、まあいろんなことがあってね、いろんな人と会っていろんな経験また積んで、でまあそのウェットの方でもね、結構お客さんたくさんついていただいて、ありがたいことに、まあリピーターも増えて、まあそこそこ稼げてたんですよ、正直な話。お店で働くよりこれよっぽど楽だなと思って、まあ、楽っていうかその時間的にですね、余裕がっていうのも、朝4時頃魚屋買いに行って、でも昼の12時にはもう全部お弁当とか詰め終わって、それで昼からもゆっくり配達に行くっていう感じだったんで、まあオーダーが入らない日もあれば、まあその日は休みにしてっていう感じで、うまくね、回ってたんですよ。でゆっくり子供たちもね、配達行く時に一緒に連れて行って、その帰りにどっか寄ってご飯食べたりとか、本当にまあ子供たちと本当にたくさんの時間を過ごせて、今回のこのコロナは本当になんか自分にとってすごく貴重な時間だったなって、まあ、このままね、もしコロナになってなくて、このままずっと働きっぱなしだったら、本当に多分きっとね、後悔したと思うんですよ。これから何年か経った後に、ああ子供たちと過ごしてないとか、やっぱ仕事人間だったって、まあおそらく日本人の方ほとんどの方がね、やっぱりウォーカホリックっていうか、もう仕事人間でね、何でしょうね、仕事優先仕事優先で家族を顧みないっていう感じの方が多いと思うんですけど、なんて言うんでしょうね、まあ、今回本当に貴重な体験をさせてもらって、家族との時間も増えて本当に幸せでした。で、まあ、そういったこともね、全て重なって今回こうしてね、社長さんたちから連絡取ってもらって、まあ自分でね、一回ちょうど時間もあったんでね、まあ子供たち連れて旅行っていう感じでここを見に来て、2、3日泊まって、もう全部街も見てお店も見て、まあ自分で多分おそらくね、行けると判断したんでしょう。もう大体いつも直感で動いてますんでね、パッと見てパッと決まって行けると思ったから、多分もうその後一月も経たないうちにもうアパートも決めてね、荷造りしてもう来ちゃったんですよ。で今もう2ヶ月経ってようやく今自分のお店になるっていうところまで来たので、その何が言いたかったかっていうと、今までその10年前7年前とか、そのお店をやろうと思ってた時っていうのはきっとですよ失礼、きっとなんて言うんでしょう、お店を持つことがゴールだったんですよね。多分これ結構分かる方多いと思うんですけど、お店を持ちたい、自分のお店を持ちたいっていうのが多分ゴールであって、そのお店を、その時にお店を持ってたら多分うまくいかなかったと思うんですよ、自分の今の感覚的に。もう今はもうお店を、買う前の段階から、なんて言うんでしょうね、買う前の段階からもうすでにもう買った後のことをずっと考えて動いてきたんですよね。買った後はこれを、お店はこうする、こういうものを、こういう商品を売り出していくとか、お客さん、ここの町のお客さんはどういうものが好きかとか、もう常にそのテイクオーバーした後のことを考えて動いてたんで、やっぱりそこがやっぱ一番大きな違いかなと思ったんですよね。だからおそらく、まあ、7年前10年前にお店をやってたら多分うまくはいってなかったと思います。多分お店を持った時点で満足してしまってたんで、そこでまあもうよしって感じでね、その後うまくいかなかったと思いますよ。で今やっぱもう本当に買うことがゴールじゃなくなってしまなくなったんで、買った後がもうゴールで、そのミリオネアになるっていうことがゴールになったんでね、やっぱりそこがやっぱ気持ち、モチベーション的にもやっぱり違いますよね。もう絶対にやってやるっていう気持ちしかないんで、そういった意味ではね、やっぱり今だったのかなと思いますよ。そうなんですよ、今だったんですよ、きっと。全てはね、人生のね、そのなんていうか、
必然というかね、そういう時期もあってタイミングもあって、本当に全部タイミングだと思いますよ。今だからっていうのもあったと思うんですよね。だからきっと長い人生の中で、まあそんな長くもないんですけど、もうこれからはね、本当1年1年早いですよ。もうだって今もここに来てもう2ヶ月経っちゃってるんですから、もうホームシックにほぼなりつつ、もうそれも乗り越え、お店を持つことの不安、従業員を養うことの不安とか、そういったことも乗り越え、もうやるしかないっていう今状況になったね。やっとだってスタートラインに立ったと思ってるんで、これからはね、もう本当に、まあ、後ろを振り返る時間もないので、もともと前を向いて突っ走るしかないと思ってるんでね、まあ皆さん応援してもらえたら助かると思います。今日なんかすごい舌が回ってないですよね。多色あるとかなんか変なあのろれつが回ってないですね。多分なんだろう、昨日疲れてて3時間くらいしか寝てなくて、それから運転してんでも多分疲れてるんですかね。多分向こう着いたらまた子供と遊んじゃっても寝れないんだろうな。まあいいですよ、とりあえずもう最後なんでね、多分お店を持った後はもう本当に休むこともお店を閉めることもね、まあ、勇気がいることなので、まあ、なかなか最初のうちはできないと思うんでね、働き詰めになると思うんで、まあ、最後にあの思いっきり楽しんで、心の貯金っていうかね、そうね、まあ、たくさんしていきたいと思います今日は。でも本当に今日オレゴンに、これオレゴンっていうのかポートランドか一緒なのかな、まあ、向かう道なんですけど、すごくいいですね。景色もすごい綺麗で、緑もたくさんあって、なんか道もなんかくねくねしてなくて、ほぼまっすぐなんですよね、道がね。すごくなんか、うわ、アメリカって感じがしますね。全然場所は違うんですけど、なんかあのイメージ的になんかロッキー山脈みたいな、そんな感じのイメージですよ。まあ、雪はないですけど、もう寒いですよ今。あのね、レッドグラフって、あの僕が住んでる町がいつも115ぐらい行くんですけど、テンプチャー気温が今ね、ここ40ですよ。この差すごいですよ。もう40ですよ。もう寒いですよ。なんかね調子こいて、住んでるとこ暑かったんで、あの短パンと T シャツ着ちゃいましたけど、あ、短パンと T シャツって言わないのか、ショートパンツと T シャツ着ちゃいましたけど、今震えてますよ。すげえ寒いっす。でもまあその寒いの好きなんで、逆に眠たくならなくてよかったと思ってますよ。まあ、話されましたけど、まあ、とりあえず今回はね、そのなんか言いたかったことっていうのは、そのお店を持つことがゴールだったのが、やっぱり今はね、そのお店を持った後、そのミリオネアになることがゴールになってるんで、やっぱりそのモチベーションとか気持ち的にやっぱり違うと、まあ、あの時やってたら多分お店はうまくいってなかっただろうっていうことを皆さんに伝えたかったですね。それでですね、まだチャンネル登録まだの方、すいません、チャンネル登録していただいて、まあ本当にね、喋ってるだけでも編集もなしで申し訳ないんですけど、つまんないかもしれないですけど、まあかけながらでもちょっと応援してもらえるね、気持ちが少しあったら、登録していただいて応援していただけるともう助かります。ありがたいです。それからグッドボタンとかコメントとか、まあ、お店こういうことやったらいいんじゃないとか、なんかアドバイスとか、そういうこともいただけると嬉しいので、もうコメント欄は本当にもう自由なんで、もう罵倒なりなんなりしていただいてもそれは自由ですから、何でしょう、俺そういうことで結構打たれ強いんで、そういうことで落ち込んだりとかないんで、もう好きなこと書いてもらって構わないです。嫌なことは基本無視するんで大丈夫です。またそれではまた帰りの車の中でもまたね、時間があったら喋ってみたいと思います。それでは今日はまたこの辺で、ごきげんよう。ありがとうございました。失礼します。